常にひどい。あの柱はここを腐敗で埋め尽くす。アーキラン中隊長、応答。オークスは使えない。仲間を見つけないとな。あの巨大なオベリスクのせいだ。静かに腐敗の悲鳴を上げている。彼らの心は邪悪なエネルギーに対抗する準備ができていなかったんだ。誰も耐えられない。暗号化された位置信号を受信した。アーキラン中隊長、ここから近いぞ。専用テープの場合は何者を倒せ。一、二、三。ケイニア、まだ心は無事か。はい、閣下、正気なままです。ありがとうございます。最後まで戦いましょう。奴らに力を与えてしまったんだ。あの障害物を取り除こう。ここに解決策があるはずだ。あの邪悪なソーサーがパワーソースを奪った。どこかで守られているに違いない。洗脳されていました。混沌の勢力の操り人形。現在巨大な歪みの亀裂に直面している。一斉射撃を試みたが柱には傷一つつかなかった。弱点があるのならそれを教えてくれ。あれはグライアのアーティファクトで動いています。それさえ破壊できれば。どこにあるんだ。わかりません。それが解決策なのか。他に手がありますか。柱の周りにはフィールドがあり、こっちの兵器は通じない。だが奴らの兵士はあれを通過していた。同じことができるか確かめるぞ。あのドアから行け。間もなく襲撃を行う。Hey, no, you can't!
光を見ろ。俺たちは帝国の盾だ。人類最初で最後希望の鳥だ。存在するとしたら狂気の中心にあるはずです。同感です。いずれにせよオベリスクに行かなきゃなりません。ではそうしよう。
ギアの。この戦争の最中でも死体たちは墓をきちんと管理している。称賛に値する献身だ。急ぐぞ。俺たちが遅れれば遅れるほど仲間の犠牲が増えていく。我らはドアの向こうにいるはずだ。ブレザー待機だ。着車になって地面に落ちている。行くか。どうしますか。戦うぞ。ブレザー大気の前に集まれ。ショドリオ様の詳しいよ。もちろんです。勝利様の詳しいよ。第二部隊その主張の名においてこの地は死守するぞ。たとえ死すとも復讐の言葉をその胸に刻め。復讐を リスクが奴らの力の源です。エネルギーフィールドで守られています。何か手はあるか。全力で攻撃しましたがシールドは破れません。カッカ、いい考えが。カタコンベでルーズは向きを調整するだけでいいと言った。そして反転させたんです。何かを。それであれとそっくりでした。あれをひっくり返せって。説明を。オーロラには弱点がある可能性が。可能性？船団長、とどまってはいられません。副官、軍曹の見立てを支持するか。もちろん。中隊長、仲間を集めろ。了解、船団長。将軍、異端者が勝利を求めて暴れているぞ。だが我々は今日も反抗する。1万年以上もそうしてきたようにな。我らはウルトラマーの子であり、皇帝のしもべであり、帝国の守護者でもある。あの哀れな連中に受け継がれてきた復讐の怒りを味わわせてやれ。カッカ、前衛部隊がフィールドを通過しました。徹底的には連中隊長。はい、カッカ。全部隊、攻撃開始。
追跡機を食らわせろ。了解です。中隊長、ここに防御線を張れ。全隊防御線を張れ。はい、達し、計画を実行する時間はわずかだ。迅速に行動しろ。制御装置に違いない。これを見て何か分かりますか。いや、解決策はあるのか。お待ちを。あれだ、死ぬかもしれない。他に手はない。最後の一つは俺たちが。連絡は任せろ。ボックスで伝えておく。了解です、カッカ。ベルディアン、タラサ、中隊長から新たな指示はあったか。もらってます。現在アルファに移動中。タラサはベータに向かってます。オベリスクの小さなレプリカを見つけて回転させてくれ。だが気をつけろ、痛みを伴うぞ。敵を痛めつけることに比べれば大したことないですよ。痛みは血流を深める。喜んで始末します。頼んだぞ、ブラザー。ブラザー、ただそれは。
の計画はうまくいくかもな。実行する者がいるからこそ計画は生きてくるんです。俺の耳がおかしくなったのか。お前が謙遜するのか。感謝してるぞ。皇帝と共にあれ。メディアムアウト。
あと一つだ。
ハルガー閣下はどこだ。罠だったのか。だろうな。これは非物質空間か。もしそうなら急がなきゃならない。でもどうすれば。戦団長を探し